世話になっております。今回チェックするのはこちらのカメラ、 EOS R というカメラで、キヤノン初のフルサイズセンサーを搭載したミラーレスカメラです。私は普段このように YouTube で動画を撮ることが多いので、まあ、YouTuber 目線というかビデオブロガー、ブロガー目線でですね、このカメラをチェックしていきたいと思います。写真を撮るためのカメラとしてのレビューは別の記事に掲載ありますので、ぜひそちらもですね、合わせてこの動画の下の概要欄からチェックしてみてください。そしてこの EOS R の動画機能のレポートについても、この動画の下の概要欄に記事がありますので、そちらもぜひお見逃しなく。まあでも何よりね、 YouTuber 的にはこのフリップスクリーンがついてるのがね、最高ですよね。自分の方に向けて自分を見ながら撮れるっていうのがね、いいですね。まあそんなとこもありつつ、実際このカメラを使って横浜で撮影をしてきましたので、まずはそちらの様子をご覧ください。今フル HD で人物の撮影をしています。ちょっとね、冬なので日が落ちるのは早くて若干薄暗くなっちゃってるところがね、残念ですが、顔のスキントーンの感じを見てください。皆さん、顔の作りの良し悪しを見るんじゃないですよ、画質の良し悪しを見るんですからね。さあどうでしょうか。4K で人物撮りをするとこんな感じです。クロップされてですね、画面が寄った感じになるので、先ほどと全く同じ場所で全く同じ距離で立っているんですけど、こうだいぶね、私は近くにいるように映ってると思います。近すぎますかね、しょうがない。あいつすごい気合い入れて自撮りしてるし、カメラに向かって超喋ってるなっていう感じで見られてちょっとつらい。さあ少し日が当たるところでテストしています。今ですね、こっち側ですね、私が向かっている方向から夕日が当たっている状態で顔を撮るとですね、スキントーンはこんな感じで映ります。さあフォーカスはね、どんな感じでしょうかね。手前に物を置いて顔を撮る。フォーカスはかなり早く合ってるように見えますね。今この右側にフリップさせたね、ディスプレイで見てるんですけど、
いかがだったでしょうか。 4K になるとクロップしてしまうところや、フル HD で秒間120フレームのスローモーションが撮れないところとかは、ちょっと動画カメラとしては物足りないかなと思いました。とはいえ全体的な使い勝手の良さや画質の安定感はさすがキャノンといったところです。普通にフル HD で撮影をするだけであれば全く文句もないですし、むしろ非常にねよくできたカメラだと思います。自分の動画の内容にすごいこだわりがあって、どうしてもフル HD で120フレームのスローモーションが撮りたいとか、そんなにね引いて離れなくても 4K でこう広い画角で撮りたいなと思うような人にはですね、ちょっと次の世代を待つか上位機種を待つ方がいいのかなという感じです。ただですね、これは非常に説明が難しくて、スペックだったりとか何かねこう言葉に起こすとなかなか伝わらないんですけども、このねこのカメラを持った時のなんというのかな、安心感安定感、さすがだなという感じはありますね。そこはもう間違いなく長年ずっと、カメラを作ってきてですね、トップブランドに君臨しているキヤノンならではというか、なんて言うんだろう、これであれば間違いないかみたいなものはありますし、あとはここは非常に好みの問題なので何とも言えないんですが、キヤノンのカメラで撮った動画の色味というのは私個人的に非常に好きなので、やっぱねこの感じが欲しいならキヤノンだよなという印象はありますね。さてわけで皆さんはこの動画でご紹介した撮影サンプルいかがだったでしょうか。ぜひコメントをですねこの動画にお寄せいただければと思います。そしてこの内容が気に入っていただけたら、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。では皆さん、またインターネットどこかでお会いしましょう。バイバーイ。